今日の伊藤孝恵チャンネルは、伊藤孝恵が選ぶ伊藤孝恵チャンネル2022ベスト3の1位です。これね、本当にいろいろ悩みましたけども、忘れられないライブ、次女ハンナとのオクラライブにさせていただきたいと思います。2022年忘れもしない7月8日、安倍元総理が街頭演説中に銃撃によりお亡くなりになりました。心の底からご冥福をお祈り申し上げます。そしてご家族のお悲しみは今も続いているというふうに、その悲しみはいかばかりかとお察し申し上げます。私にとっても、私にとってもというか日本の政治史にとって非常に忘れられない日、転換点になった日なんだと思います。あの日ですね、私も候補者として同じく街頭に立っていた身として、すごくですね、悩みに悩み、我々の選対はこの日一切活動をしないことにしました。それはまだ事件の全容が分かっていない中で、候補者のみならずその周りにいるスタッフにも何かしら危ないことが、危害が及ぶ影響が、その危機があるのだとしたら、その活動はやめようというふうに私自身が、また党が決めました。ただですね、オンラインのライブとかインターネットの発信というのは、やっていこうというところで、そんな精神状態じゃ、実はなかったんですけども、オンラインライブをいつもの通り定刻始めました。なんか今思うとですね、ものすごくなんて言うんですかね、やっぱり怖いことあるんですよ。街頭に立っていると、マイクを握って自分の思いを述べる中で、私の思いとは違う思いを持っている人は当然私を攻撃します。私を攻撃対象とみなします。で、いろいろな、パンクマの頃続いていてですね、殴りかかってくるような人もいました。大きな声で威嚇をする人もいました。その人が刃物を持っていないなんて確証はありません。そんな中でも自分の思いを述べ、自分の党の政策を述べ、一票私に授けてくださいというふうに伝えていくのが選挙です。ただ、私にはまだ幼い2人の子供がいて、その子供たちの成長を見守っていられないかもしれない。そのような大変なお役をするためにこの選挙に挑んでいるんだというですね、ちょっと怖くなったのかな、怖かった。でも怖かっただけじゃないんですよね。なんか悲しかったし、なんでこんなことが起こるんだろう、どんな命だってあんな風な奪われ方をするのは許されない、許せない、ダメですよやっぱり。そういうようないろんないろんないろんな思いの中で、ライブ、ひどい顔をしてましたけども、あの時にね、この聞いてくださっている方たち、もういつもの皆さんで、本当に応援をいただいている皆さんで、その日の夜に私ちょうどそのいわゆる最後のお願い動画って言ってね、皆さん本当に私に一票授けてください、最後の最後よろしくお願いしますっていう、動画があったんですけども、なんか日本中がこんなに悲しみに暮れている中で自分のことをお願いするなんて、なんか許されない気がしてですね、もう自分のことなんて今言ってはいけないというような気持ちで、これはお蔵入りにしようと思ってるんですって、お蔵入りにするべきなんだろうなというようなことをライブで言っていたら、次女のハンナが「お蔵」って言って食べるオクラですね。でその勘違いをして野菜のオクラだと、オクラ入りのことをね、映像のオクラ入りのことを野菜のオクラと勘違いするわけです。そしたらなんかこのコメント欄がオクラ大喜利みたいになってきて、やっぱりオクラはおひたしだよねとか、冷ややっこでも美味しいよとか、いやいや天ぷらにするとなかなかいけるとかって、なんかもう思わず笑ってしまってちょっとね皆さんねもう笑っちゃったじゃないですか。やっぱり天ぷらかなオクラはって確かに天ぷらさ、なんかカリッとした時にネバーってくるよね。確かになんかさっきまで泣いてたのに笑っちゃった大丈夫大丈夫、泣いてたよりさ、笑ってた方がみんなも嬉しいよママ。オクラパパだってほら193人もさ見てくれてんだから泣かないでよ。こっち190人だよ。だってめちゃくちゃ面白いじゃん。けど泣いちゃったらさみんなさ嫌じゃんね。そうねオクラですか、今日食べました。みんなが出したらいいよって言ってくれるからオクラは出そうか。オクラは出すんだ。ちょっとオクラ持って、オクラ明日買ってきて。私もオクラ食べました。オクラの話じゃないんだけどね。オクラ大喜利が始まってる。なんか皆さんありがとう。なんか笑えたわ。見て笑ってくださいだって。そうだよ笑ってだって。本当だね。うん。最後のお願い動画。最後まで一生懸命活動しよう。最後お願いしよう。で出すことにしたんです。で翌日もう本当に先輩ともいろいろ話した上で、最後の最後の最後の日、最後思いを述べて選挙戦を終えようということで活動を朝から再開するわけですけども、そのライブを見ていてくれたそのとある女の子がですね、オクラをわざわざ買ってきて持ってきてくれたんです。もう本当にね嬉しかったし、そうだってこうやってオンラインとオフラインはもうつながってるんだと思って、まあ、そういうことを感じた日であったし、最後のお願い動画あれお蔵入りしてたら後悔したような気もするし、いろいろな部分でハンナとのオクラライブに、救われた、切り替えてもらったというようなものがありますので、伊藤孝恵が選ぶ伊藤孝恵チャンネル2022ベスト3の1位、2022年7月8日のハンナとのオクラライブとさせていただきました。本当に皆さん2022年お世話になりました。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございました。来年も一生懸命発信をしていこうと思います。伝えていこうと思います。私にもできるんだから、あなたにもできる。皆さんのようないろんな経験を持った、いろんな感覚を持った人たちが国会に来てくれたら、もっといろんな政策できる。もっといい国会になる。そういうふうに思うので、私もそういう方々を招き入れる国会に変えること、そしてその人たちが挑戦しようと思える、そういった情報発信に努めてまいります。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。良いお年を。